はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ヤマハの G5E ですね、C シリーズと G シリーズって可愛いありあのヤマハありましてね、C の華やかでね、そういう音のする G のちょっと落ち着いた感じの響きというね、まあ、個性はありますけど G シリーズは今作ってませんので、ヤマハでそういうタイプの音をお探しの方はあの G シリーズの方がいいと思います。私はね G シリーズ結構好きなんですけどね、ご覧ください、G ですからちょっと大きいですね。 C よりも少し一回り大きくなります。はい、ここに、こうやってちょっと暗いですね、見えないかな、15って書いてますね。はい、こんな感じです。じゃあ低音からね、ちょっとね、あ、外装も映しとこうかな。あ、傷はないですね、あんまりないですね。あ、まあ、あっても修理しますけどね。はい、じゃあ音を聞いてください。はい、まあ言うことないですね。はい、よく伸びますね。さすがです。 G シリーズはすごい。はい、でしょうか。なんか急に枯葉が弾きたくなりました。いつも直感でね、パッとしたイメージでその場で、前もって曲は決めてませんので、そういう雰囲気のある曲だと思っていただいて、ピアノだと思っていただいていいと思いますよ。ヤマハの G5E のご紹介でした。それではさよなら。